はいどうも、ディオ女子チャンネルです。アウェイ水戸戦勝ちました。最高でした。久々ね、2人でアウェイ遠征行けてマジで楽しかったね。そうですね、うんうん、内容もね、これから解説しますけど、なかなか痺れる試合でした。見どころいっぱいでしたね。はい、じゃあ早速いっちゃいますか。そうですね、そうですね。では早速水戸戦レビューいきたいと思います。どうぞ。では水戸戦のレビューやっていきたいと思います。思います。じゃあまずはいつもの通り試合のおさらいから。前半コンパクトな守備でリズムをつかんだ水戸に山形が押される展開でした。やっぱ前半からね、激しく来ましたね。来ました。入りとかもうちょっとヒヤッとする場面がありましたね。もう前半3分くらいやね、あの森選手のシュートなんかも、うん、すごいヒヤヒヤしたりしてる前半でした。後半山形がワンチャンスをものにするもやはり押し込まれる展開が続きました。うん、アディショナルタイムとかね、ほとんど水戸がボールを握っていたかなと思います。まあ正直1試合通して水戸のリズムだったのかなと僕は感じましたね。まあ全体的に押される時間が多かった中でこのように勝ち切れたのはとても価値のあることですね。そうだね、押し込まれたゲームでも勝ち切る力があるってことは、まあ、証明できたのかと思います。はい、とボスが就任してから6戦で5勝1分けと、まあ、勢いだけでなくて実力も本物なのかと。しかもその6試合で1失点しかしてないですからね。はい、そして藤田選手のゴール、うん、素晴らしいミドルシュート、もうスローモーションに見えました。ゴール裏から見ていて素晴らしいコース。まあ、藤田選手は、ゴール数キャリアハイ更新中ということでね、すごい今シーズンどこまで伸ばせるかが注目ポイントです。うん、続きまして水戸戦試合のポイントを話していきたいと思います。うん、今までね、あの勝利のポイントって話したんですけど、うん、今回からは試合のポイントをね話していこうと思います。なので相手チームのことについてもちょっと触れることがあるかもしれません。了解です。1つ目、モンテの中心選手を消すコンパクトな水戸の守備。水戸の今節の守備の特徴としてモンテの中盤の選手、特に南選手と山田浩太選手にこうスペースを与えないようにしてきたという特徴があります。僕はあの試合前のプレビューで水戸は今節ハイプレスで来るんじゃないかって予想したんですけど、まあ試合が始まるとその予想はね、めちゃくちゃ外れてましたと。まあ一定のラインまでは水戸はプレッシャーに来ないで、ある程度モンテがボールをこうつなぎ始めて持ち運び出した段階でこう連動してきて、コンパクトな守備陣形のままボールを奪いに来たんですよ。うんうん、コンパクトってことは相手選手の距離が一定なんですよ。うんうん、だからすぐディフェンダーが続々と来る状態、コンパクトな状態ってことはそういうことなんですけど、うん、なので南選手と山田浩太選手はなかなかねこうプレーする時間、ボールを持つ時間がこう与えてもらえなくて、まあ、スペースもなかったし、ちょっと2人にとってはなかなかこう苦しいゲームとなったなっていう印象あります。なるほど。うん、かなりプレッシャーも強くきて、まあ、正直2人に対してはこうファールもいとわないっていう感じで水戸はプレッシャーに来てましたね。でこのコンパクトな守備っていうところなんですけど、これはちょっと付随して次のポイントでも触れたいと思います。試合前の練習で秋葉監督も選手たちに山田浩太選手にスペースと時間を与えないようにしようというふうに伝えていたそうですよ。ああそうなんですね。うん、まあ山田浩太選手の活躍ぶりを見ればそこを消しに来るっていうのはまあそうですよね。うんうん、秋葉監督は去年まで山田浩太選手のことを見てましたし、彼の良さも十分知ってると思うので、まあ、より注意して潰しに来たのかなとは思います。続きまして2つ目のポイント、皆さんもしかねのまさか兄の深掘り来たー。今回は現地で僕たち観戦したんですけど、秋葉監督がね3つのことをずっと口酸っぱく叫んでたんですよ。秋葉監督の声ってスタジアム中に轟くじゃないですか。そうだったね、本当に響いてました。3つのことをねずっと秋葉監督言ってたんで、そちらのワードについて解説していきたいと思います。では兄の深掘りの方を始めさせていただきます。今回秋葉監督の3つの言葉、距離感、我慢、ハマった、この3つについて解説していきます。1つ目、距離感。この距離感っていう意味なんですけど、選手間の距離感をコンパクトに保つことで相手にスペースと時間を与えないということで、うん、選手間の距離感を指している言葉です。なるほど。さてゆめさんに問題です。はい、5メートル走るのと15メートル走るのどっちが時間かかりますか？15メートル。正解です。やった。
当然ですけど距離が長ければ長いほど時間っていうのはね増えるんですよ、うん、つまりボールを持ってる相手に対する寄せの時間が長くかかっちゃうんですよね。これ1枚目の画像を見ていただくとこれいい例なんですけど、水戸の選手がコンパクトに陣形を保ってますね。で続きまして2つ目の画像、じゃじゃん、水戸の選手の距離が遠くなってるんですよね。まあ実際の試合では水戸の距離感すごい良かったんでこういう風にはなってなかったんですけど、例えばの話で選手の距離がこんぐらい遠くなってしまうとこのようにこの赤いところ、これスペースなんですけど、選手間のね距離が広くなってしまうといっぱいスペースが生まれちゃうんですよ。うんうん、まあ、そこに山田浩太選手であったり南選手であったり藤田選手であったり中盤の選手が入ってくることによって、まあ、またポゼッションされてしまうと、かつ選手間の距離が遠くなってしまうと寄せるね時間がかかっちゃうんで、選手がボールを持っている時に判断する時間も与えてしまう。これを避けるために秋葉監督は距離感保てってずっと言ってたんですよ。うんうんうん、まあ、これ守備は基本なんですけど、基本を忠実に秋葉監督は何度も選手たちに声をかけていた。これ一つ目距離感、続きまして2つ目我慢。これもよくおっしゃってましたね、叫んでましたね。この我慢っていう意味なんですけど、先ほど言った距離感を一定に保つためにね、こう守備陣全体が連動して動かなきゃいけないんですよ。なのでファーストディフェンダー、これ1人目のディフェンダーですね、ボールを持ってる選手に最初に行くディフェンダー、うん、ファーストディフェンダーがボールを取りに行くのを我慢させました。ほう、というのも、はい、これチェックついてるのが安藤選手なんですけど、まあ、大体安藤選手ワントップだったんで最初にボールを奪いに行く人、ファーストディフェンダーになることが多かったんですけど、このファーストディフェンダーが1人だけでねこうボールを奪いに行っちゃうと、チームみんなで連動せずに安藤選手1人でボールを奪いに行っちゃうと、じゃじゃん、このようにまたスペースが空いてしまうんですよ。なので守備に行くときは全体で動かなきゃいけないんですけど、これ1人だけでボールを奪いに行っちゃうとやっぱスペースが生まれちゃうんで、それを避けるために秋葉監督は我慢我慢だよ、みんなで合わせていくよタイミングをって、ずっとこれを我慢っていう表現で選手に伝えてました。なるほどね、これもまあ守備の基本なんですけどね、これも基本忠実に水戸は行ってきました。続きまして3つ目最後の言葉なんですけど、ハマった。このハマったっていうのはサッカー用語で、先ほど何度も言ってる守備陣形が整っていつでもボールを奪いに行ける準備ができたよっていう意味で使われます。準備 OK の時にハマってるよ行くよっていう合図で使う言葉なんですよ。なのでこのまあ距離感がしっかり保てる状態で、なおかつこの画像を見てもらうと分かるんですけど、だいたいセンターバックとかキーパーが持ってる時は水戸の選手守備に来なかったんですよね今回、うんうん、ハイプレスではなくてある一定のラインまで、まあ、大体この線ぐらいまではモンテがボールを持ててたんですよ、この波線のところまで、はい、でこの線を越えたぐらいにモンテの選手がボールをつなぎ出したりボールを持ってきたりすると、そこから水戸のディフェンスがスタートする。この辺に来たら、まあ、ハマったよっていうマークをしっかり捕まえてね、水戸の選手がモンテの選手のマークを捕まえて守備陣形が整いましたと、準備ができましたとなったら、このハマった水戸のディフェンス陣の選手もねハマったよってこう言ってたんですけど、うんうん、守備陣形が整いました、行けよっていう合図で使ってました。このハマったっていうのもサッカーの基本用語なので、今後覚えておくと、まあ、サッカー見るとき役立つと思います。覚えます。今回の兄の深掘りの総評としては、僕は今までモンテの弱点はハイプレスだと思ってたんですよ、うん、前線からガツガツ来られた方がボールつなげないのかなと思ってたんですけど、水戸はあえて今回ハイプレスを使ってこず、ある一定のラインまではボールを持たせてコンパクトに奪いに来た。このやり方はね、ちょっとモンテのねサッカーの天敵となりそうな予感がして、うん、他のチームを真似していきそうなんですよね。そうなんだ、はい、なのでモンテはこういった守備をしてくる相手も、まあ、攻略していく打開策対応策を考えなきゃいけないなと、まあ、ボスも当然ね僕が分かってるくらいなんで、ボスなんて当然分かってると思うんですけど、なんでモンテもね何かしら考えて打開策を準備していかなければいけないと思いました。以上今回の兄の深掘り秋葉監督の3つの言葉、距離感、我慢、ハマったでした。深掘りでしたね今日も。ちょっと僕の説明分かってもらえましたかね。ちょっとまたね分かりづらかったなって人はコメントください。兄がコメントを返します。3つ目、やっと山形の話ができます。来たねやっと。はい、イラテン加藤選手の途中投入。うん、まあ、そんな感じで試合自体はずっと押されていたわけですけど、モンテの反撃のキーとなったのは加藤選手でしたね。繰り返しになりますけど、このコンパクトな守備をしてきた水戸を崩すためにあえてね加藤選手はサイドに
大きくずっと張ってました。まあ、そうすることによってモンテのカウンター時にね、彼のスピードを発揮するプラス水戸の守備陣形を崩すきっかけになりましたね、うん、かなり加藤選手が入ることによって水戸は間延びしてましたね。ディフェンスがそうでしたね。今のモンテであれほどスピードのある選手は今加藤選手ぐらいなんで、うんうん、彼を一人ね前線に置いておくだけでいい意味で異質感ですかね、他の選手とは違った特徴を持ってるので異質感が出て、まあ、相手もかなり気になる存在ではないのかなと思ってます。また早い段階でね加藤選手を投入したボスの采配ズバリ的中ということで見事でした。さすがでしたね。以上3つが水戸戦試合のポイントでした。はい、では続きまして試合の総括ですね。ニムさんどうでした？やっぱさっきも言ってた通り流れというか主に水戸がボールを握っているような展開だったけど、ワンチャンスを決めてその1点のまま無失点で勝ち切れた、すごいチームにとってプラスになるような粘り強く勝てた試合だったなと思います。ボスになってから多分相手のペースで試合運んだのって今回が初めてだと思うんですよ、うんうん、その中で相手のペースでも勝つことができるってことは証明できたということでね、大変素晴らしい勝利だったのかなと思います。あとですね、僕が現地で見て思ったのは試合後の雰囲気ですよね。うんうんうん、選手みんなでスタッフ含めてねチーム全体で喜び合ってる姿、一体感がすごい生まれてるなと。よかったですね、うん、みんな楽しそうでいい笑顔でこっちも嬉しかったです。まさにファミリーといった感じでちょっとチーム一丸ということでね、さらに上を目指せるのではないかと思ってます。ちょっと面白かったのがブルイズって今声出して歌えないじゃないですか、はい、ホームだと音が流れるんですけどアウェイだとあれ流れなくて、うん、スネアのリズムで飛ぶんですよね。でそれ初めてアウェイで勝ったので知ったんですけど、その時ドグラスさんがめっちゃ歌ってたんですよ、ブルイズを。歌ってましたね。もうそれめっちゃいいなと思ってちょっといい意味でププッと笑えて、すごいほんわかしたブルイズでしたね。本当はね僕たちも声出して歌いたいんですけどね。そうだね、まあ、車内で我慢しましょう。はい、では続きましてこちらのコーナー行きたいと思います。今節のリオ女子ズ Most Valuable Player、 略して These MVP よパッパッ、やってまいりましたこちらのコーナー。今節は一体どの選手が These MVP に輝くのでしょうか。いや今節もねいい選手がいっぱいいましたからね。うん、じゃあ早速ですけど候補の選手を何人か出していきましょう。まずはゴールを決めた藤田選手ですよね。ですよ、ここはちょっと欠かせない候補としては欠かせない、まあ、他にも無失点で守りきったセンターバック陣、まあ、ディフェンダー陣、うんうん、中原選手とかもすごい前へ行くプレー多くなったなって思ってゴールへの意識めっちゃ感じられて、うん、良くなってますね。良かったです。はい、決まりました。それでは発表させていただきます。第19節の D's MVP はどんどこ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 ででん、背番号1番ビクトル選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。もうね、数々あった水戸のチャンスを最後ゴール前で止めたのはビクトル選手です。やっぱナイスセーブが光りましたね。うんうん、ビクトル選手やっぱシュートストップ、そこに関してはもうね J2 トップクラスですね。それに加えて今節はクロスへの対応もすごく良かったですし、僕が一番やっぱすごいなと思ったのはアウェイだったんでビクトル選手の声がねすごく聞こえたんですけど、サッカーではね後ろの声は神の声っていう言葉があるんですよ。後ろから全体を見えてる人のコーチングは神の声だっていう意味なんですけど、ビクトル選手のコーチングが、まあ、当然日本語で指示するわけですけど本当に日本語うまいなと、うん、まあ、普通に選手の名前とかもちろん日本語、普通の日本語もそうですし、まあ、例えばサッカーでフリーフリーっていう言葉があるじゃないですか、うん、相手が来てない時に味方の選手にフリーだよフリーフリーって言うんですけど、ビクトル選手ってスペイン人じゃないですか。スペインでフリーってソロって言うんですよ、サッカー用語で。へー、だからその日本語に加えてそのサッカー用語、日本のサッカー用語もちゃんと覚えてる、うん、そういうとこも含めて本当にビクトル選手は語学能力もすごい優れてる選手なのかなと実感しました。あと試合見てて感じたのがセンターバックの野田選手、山崎選手がいいプレーをゴール前でしたり、ビクトル選手がナイスセーブをしたりするとその2選手、センターバックの選手とビクトル選手が
こうハグするんですよ。ありますね、背中をトントンって、いいプレーした後にね。そう、もうそれを今回水戸のねケーズ電機スタジアムゴール裏ちょっと近かったので見て感じたんですけど、もう胸が熱くなりましたね。まあそういうところも含めてやっぱ一体感を感じますよね。うん。ということで今節の These MVP は背番号1番ビクトル選手でした。以上で水戸戦レビュー終了となります。はい、まあ、僕自身久々のアウェー観戦とても楽しかったですし、まあ、勝ち切ることができてよかったなと思ってます。中位争いもねなかなか激しくなってきて、うん、まあ、町田なんかもなかなか取りこぼしませんし、長崎も上げてきてるし、うん、周りのチームもいい戦いしてるんで、引き続きモンテにはね連勝を続けてもらって、ここが粘り時かもしれないですね。ここで一つ抜けるためにも上位に近づくという意味でもですけど大事な時ですね。ではエンディングへ行きましょう。はい、ということで水戸戦のレビュー動画いかがだったでしょうか。緊張しました。緊張しました、はい、緊張しました。久々だったねレビュー動画、ね、2試合ぶりですからね。兄の深掘りも聞けて面白かったですね。毎度のことですけどコメント欄で感想と、はい、こうした方がいいよとかあったら教えてください。よろしくお願いします。そして先日チャンネル登録者1000人突破記念の生放送をこのチャンネルでするというふうに告知したんですけれども、時間ギリギリになって諸事情により YouTube での配信ができなくなってしまい、結局ね Twitter でのライブ配信となってしまいました。もし YouTube の方で配信開始を待ってくださっていた方いらっしゃいましたら本当に申し訳ありませんでした。本当に申し訳ありませんでした。ちょっとね YouTube 側もちゃんとね夕方までね、うん、チェックはしてたんですけど、そうなんですよ、本番30分前になって YouTube 側、まあ、Google さんから通知があって、うんうん、24時間までと。そうなんですよ、もうねここを押したら配信開始っていうところまで直前までね確認したのに、まさかのギリギリでそういう形になってしまいご迷惑をおかけしました。その生配信はまた後日改めて配信したいなと考えていますので、その際はまたご報告いたします。ぜひまた来てください。はい、よろしくお願いします。次節ホームで金沢戦ですね。そうですね、まあ今シーズン開幕直後は結構調子良くて、うんうんうん、最近少しね開幕当初に比べたら調子は落ちてきてるかもしれないですけど、それでもやっぱ金沢力あるチームなので、うん、注意していただかないといけませんね。そうですね、金沢にはねホドルフォ選手だったり瀬沼選手だったりいますからね。ヤンツーさんもいますしね、うん、楽しみですね、はい、この動画が良かったな面白かったなと思っていただけたら高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。これちょっと改めてなんですけど、うん、本当に僕たちの力になるんで、ね、そうですね、本当にありがたいです。いつももっと僕たちもね皆さんに分かりやすい動画届けられるように頑張りますので、はい、どうかお願いします。今後もよろしくお願いします。それでは